9月11日午後9時、こんにちは、エゲです。この Vlog の春先で整備した屋根裏部屋のスタジオをご存知の方は少ないかと思うんですけれども、あの屋根裏部屋、一体どうなってるんでしょうか。夏の間に少しだけ使ってみたんですけれども、その時はもう暑くて暑くてしょうがなかったんですけれども、そろそろ秋になってだいぶ気温が下がってきましたので、ちょっとその屋根裏部屋の方どうなってるか見てみましょうか。よいしょ。このショルダーポット S2 使って持っていきますよ。この上に屋根裏部屋があります。ドドドドド、屋根裏部屋に行くと、まあ以前作ったこのグリーンバックがある部屋があります。ちょっと暗すぎてピントが迷うな。シャッタースピードを変えよう。こんぐらい、少し安定したかな。このシャッタースピードをゆっくりにすると、この上のこれで、ね、蛍光灯あるんですけれども、蛍光灯のフリッカーが収まります。さっきの状態60分の1だとこんな感じのフリッカー出ちゃうんですけれども、それをさらに30分の1にするだけでだいぶフリッカーは軽減されますね。で、見ての通りこうですよ。こうこんな感じ。今ここの屋根裏部屋はしばらく使ってなかったらもうこんな感じで物置小屋になってしまっているんで、これちょっときれいに整理しないとまた屋根裏のスタジオが使えないんで、今日これを整理したいと思います。ということで掃除終わりました。こんな感じで、まあ単純にちょっとね、こういうふうにちょっとこういうふうにまあ寄せたりとか、まあこういう感じで荷物をまとめただけなんですけれども、まあとりあえずこの一帯はきれいになりました。じゃあここにね、使ってなかった間電源もったいないんで、コンセントにスイッチを置いてあるんですけども、ここのスイッチをオンにします。オン、ピカッと。そうするとまあここにタップがあって、タップを経由してジョ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 っとここにね、ライトがあります。もう一個ライト、 LED ライトあったんですけれども、それは今下に使っちゃってるんで今はありません。で、このモニター何かっていうと、 HDMI で出力したものをここでプレビューできるようにぶら下げてありました。じゃあこれちょっとつけますね。眩しいや。ピカッと、こういう感じでここに映すと。で、ちょっと今一等なので角度があれですね、角度をちょっと調整して次のシーンから使ってみたいと思います。はい、ということでこんな感じでまたこの屋根裏部屋が使えるような状態に戻しました。今 DJI のマイク、外部マイクを使ってキヤノンの EOS M6 で撮影しています。新しいカメラになったので、どんな感じで撮れるかっていうのも一つちょっと今回のテストです。あとはもうこの外部マイクでここで喋った時、ここで喋ると結構反響がすごいんですけれども、そのすごい反響の中でもどういう風に音が取れているのかをちょっと今日はテストしたいと思います。でもやっぱり少しここで運動したり、まあ、片付けてちょっといろいろ作業したりするとまだ少し暑いかな。前買った扇風機、結構いい扇風機だったんで、あれをもう一個買ってここに設置するとかでもいいかもしれないですね。ちょうどここに上にポールがついてるんで、この突っ張り棒にそういう扇風機をつけるっていうのも一つありかな。ちょっとまあ収録するときはさすがに扇風機はつけられないと思うんですけれども、まあそれでも
やっぱりね、こう何もしてない時に暑くなって今みたいに少し汗が出てしまうと問題なので、まあ、そんな感じで撮影する前の環境の整備とかもまたやろうかな。で、冬になるともうここは極寒の地になるので、まあ、汗が出るみたいなことは考えなくても良くなるんじゃないかなと思います。ということで、今日は久しぶりにこの屋根裏部屋で作ったスタジオを紹介しました。この後ろのバック、今この感じの LED 照明だとやっぱり後ろに影が強く出ちゃうんで、この後ろに強く出てしまってる影がどれぐらい、まあ、クロマキー的な抜けの時にちゃんと抜けるかどうかっていうのも試したいな。抜けた？あんまり抜けてない気がするな。やっぱこういう影があると抜けないと思うんですけども、こんな感じ。まあちょっと後で見て確認したいと思います。今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エゲでした。ではでは。